ごめんテニスチャンネルのトモヤンです。今回はスマッシュのスリーポイントということで、皆さんにお伝えしていきたいと思います。まず一つ目なんですが、ボールが飛んできましたら、ボールの右肩の右利きの方想定でちょっとおしゃべりさせてもらうお話しさせてもらうんですけど、ボールが飛んできたらそのボールの左側に移動するようによろしくお願いします。例えばですね、こうやって線が引いてあると思います。どこの線でもいいんですけど、この線の上ボール飛んできたとしたら、真正面でボール待ってしまうと、よくある前向きでスマッシュを待っちゃうっていう方が多いんで、まずボール飛んできたらボールの左に移動してもらったら、横向きも作りやすくなってきます。左側移動してもらうと、そのままラケット打っても右肩の上でラケット振れるんで、体のバランス失わずに打つことができるんですけど、正面立ってしまうとここで打たないといけないんで、体を倒して打つ原因になっちゃうのでバランス崩れちゃいますよね。ですのでボールが飛んできたら左側に動いてもらって、右肩の上でスムーズにラケット振れるようにしてもらえると、バランス崩れずにスマッシュ打てるかなと思いますので、皆さんボールへの入り方気をつけてください。正面でやるんではなくて、ボールの飛んできた左側に移動するという形で、左肩でさ、右肩にもらったら蹴ると、はい、ちょっとね、ボールの場所、自分の立ち位置、ボールに対しての立ち位置を気をつけて練習していきます。はい、2つ目の、ポイントなんですが、ラケットの構え方です。ラケットの引き方、サーブみたいに下からラケットを引いてきてしまうと、スマッシュの場合はタイミングが取りづらくなってくるので、ラケットはできるだけ顔の場合通して素早くセットできるようにしてください。僕とかだったらもうラケットだけでも先セットしに行きます。その後左手とかやったりとかするんですけど、とりあえずもうこのラケットをもう早くセットしてもらった方がいいので、トスは自分で調整ができるので、ラケット後ろから来てもらって全然 OK なんですけど、スマッシュの場合は下から回してくるというより、顔の前通してボール飛んできたところからこういう形でセットしに行ってもらった方がいいかなと。この違いですね。サーブだったら、あ、ボール飛んできたって言ってこうやってスマッシュやるんではなくて、あ、スマッシュと、あ、ロブが飛んできたと思ったら、こういう風にラケットを持ち上げてもらったら、自分の顔の前を通して肘を持って高く持っていくような感覚で、セットしに行ってください。はい。はい、最後3つ目なんですが、打点ですね。ラケットのボールが当たった後のラケットの動きなんですが、スマッシュっていうのは上から下に打つので、どうしてもラケット全体を下に下ろしてしまう人が多いです。これは体がお辞儀してしまう原因にもなりますし、グリップをね、ここ拳の部分ですね、右手の拳の部分がグリップ握ってるところですね、ここも一緒に下ろしてしまうとラケットの先がどうしても下りなくなってしまうので、当たった後はラケットの先が下りるような感覚の方がいいです。ですのでボール当てに行くぞーなと当たった後ですね、当たった後はラケットの先を下ろして、なんかちょっとスナップを使うような形にはなるので、一生懸命こう拳の部分を下ろそうとスマッシュしないでください。ちょっと当たった後に上向いてしまうという原因になるので、ラケットの先を下ろしてもらうとそのままボールは下に飛びやすくなるので、当たった後自分の拳がどうなってるかちょっとチェックしてみてください。こういう形ではなく、ラケットの先が降りて自分の左側にスイングされるのが理想的ですので、形も綺麗に見えるんでね、拳の位置を上でキープしてそこからラケットが回ってくるという形にしてもらえればいいかなと思います。だから打ち終わった後ここにちょっとなんか空間ができるとイメージとしてね、いいかなと思います。拳を入れると空間なくなっちゃうんで、この空間をイメージしてスマッシュの練習してみてください。